どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ゼルダの伝説知恵の借り物初見実況をプレイ始めていきたいと思います。さあではね、前回、リンクに助けられて、逃げ出したのは良かったんですが、裂け目が出現して王様たちが飲み込まれてしまって、ゼルダが濡れ衣を被させられたというところで終わっているはずです。さあ行きましょう。よっと、はい、あ、なるほど、ここもか。よし、行きます。はい、でこれで消して、でこのトリーの力もどんどん強くなっていくんだろうね、この頭のね。さて、Y で押して、 Y で押して、はい、でこういって、で消す、でこっちに行きます。うん、でこうして、はい、ぶねぶね、おぶね、ちょっと待って待って待って、やっちまったわ、むず。あー、ここから生きるんだ、ラッキーラッキー。これちなみに無理か、これちなみに無理か、だからこっちにして、2回目以降はあれなんだねここから始めれるんだ。なるほどなるほど、それは親切だね。よしよしよし、で木箱にして、で多分そこをちょっとした足跡でもダメなのか。でなんだ、テーブル、あいか、あぶね、こーわこーわって、お前たちそこにずっといろ。で木箱にして、よしよしよし、オッケー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 、で全部これ外して、で上から行った方がいいのか。だからテーブルで木箱でこう、いけねえじゃねえかよ。どうすればいいんだろう、これ多分無理だよな。あー、いけるんだ。そういえばこの前壺割っちゃってさ、音を聞いてウギ将軍が飛んできたんだ。それでこっぴどく怒られただろ。いや、慌てて遠くに壺を投げたら音につられてそっちに行っちゃったよ。ウギ将軍って結構単純だよな。なるほど、うん、これはさ、こうして持って投げる。行かないの。これはいけるんだ、これはいけるんだ、オッケーオッケーオッケー、これはいけるんだね。あ、ツボだ、やったやった。覚えます。はい、ハイラル城のツボを覚えた。さて、覚えたのはいいんだけど、持って一回投げてみよう。なんだ、ほうほうほう、なんだ、で、あの兵士はどっちに戻るんだろう。戻っていった、オッケー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 。でこれを、これを、ん？あ、ここか。で、はい、投げます。で、よし、こういう感じで、
オッケー。バカめ、ハイラル兵。よし。まだか。お、女神像か。一応、あれ、ここでなんか、スタミナとかハート、回復。うわー、あ、出た、インパ様。姫様。よくぞご無事で、どこも怪我をしておられませんな。しかし王様は何を考えておられるのか。姫様が裂け目を出したなどと全く馬鹿げた話じゃ。実はこうでこうで、今いる王様たちは偽物ですぞ。そしてトリードの鬼、トリーロット。え、インパ見えるの？そのような手助けがあったとは。杖の力、ゼルと使いこなしている。トリーロット知ってんだな。なるほど。姫様、この、そのトリードのとやらは今どこに？あー、なるほど、見えてないのか。今ゼルダが説明してあげたって感じか。僕の姿、ゼルダ以外の人には見えていないみたい。ふむ、不思議なこともあるようですな。ですがこのインパ、何が起ころうと姫様のお支えすることには変わりもありません。王様が処刑を考えているのは事実でございます。今一度、今は一刻も早く城を出ましょうぞ。今お召し物では、今のお召し物では少々目立ちますから、私の持ってきた服を着替え。む、姫様、懐からちらりと覗く、それは剣士様が持っていたものですと。ふむふむ、大きさも申し分ない。そちらでお顔を隠しましょう。さあ、人が来ぬうちに。着替えてくれん。ほう、ちゃんと隠れるんだ。そっかそっか。あ、シーカー族のマントだ。お、いいじゃん。これで今回の知恵の借り物のデフォルトの姿になりましたね。変装も兼ねたとても動きやすい服。古いタンスの匂いがする。そっか、素早く一回転。おー、なるほど。おー、これで動きやすくなりましたな。 R でゼルス。姫様以外いないと探せ。ほう、これはバレないの？お手が来たようですな。ここはインパにお任せを。こんにちは、インパ様。インパ様、後ろにいるのはもしや姫様ですか？でしたらすぐに引き渡しください。引き渡せか、それはできぬ相談じゃ。お、強っ、強っ。さすが C 家族だな。強っ。姫様、これを。何？おお、なんだ、書物、手帳を渡された。地図が挟まっている。なるほど、目的地が書いてあるんだ。私の名を出せば力になってくれるでしょう。はい、あっちだ。この先に城からの抜き道があります。そこからお逃げください。姫様、後でお会いしましょうぞ。インパ強っ。これインパ一人でやれるんじゃね、これ。はい、メインチャレンジ、謎の裂け目。ちょっと覚えていきましょうか。観葉植物を手に入れた。あ、これでいけるんだ、こうやって。なるほどなるほど。ほい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 。よいしょよいしょ。あー、なるほど。だから観葉植物をここに出してあげないといけない。はいはいはい。さあ、ゼルダの冒険が始まったぜ。戻しますと、よっと、覚える。で、ベッドを覚えます。古い旅とベッドを覚えた。はい、行きます。間違えた。なんかルピーとかないかな。ないか。攻撃でどうやってするんだろう。これ上に行かないといけない。一旦テーブルをここに出して登ります。休む。で、Y。で、こうやって、
出していく。よし、ちょっとこれじゃ足りないか。でここ出したら多分だよなってなってくると、全部片付けて、なるほど、上から行った方がいいんだ。こういうベッドの使い方もできるんだね。よいしょよいしょ、 OK。 なるほど、考えられてるな、ベッドの使い方も。スピン、あー、なるほどなるほど、こうやって、はいはいはい、オールピーナイス、ちょっと嬉しい。このツタは登れないと。でここに行きますよと。なんか借り物、おお、やっぱスタミナあるんだ今回も。ナイスルピー、なんかマリオみたいだねこのステージは。よいしょ、うん、重い岩を覚えた。なるほど、チャポン、浮いてくるわけではないのか。これはちょっとさすがにルピーをもろて、これ多分これだよね。よいしょよいしょ、 OK で回収で重い岩か、重い岩を乗っけて、よし、知恵の借り物だな完全に。これは知恵使ってけ。謎解き要素がちょっと多いかもしれないね。いやでもおもろいわ、ここら辺になんかあったりして。使えないか、よいしょ、 OK。 お、なんかまがまがしい雰囲気がありますね。うー、出た出た出た、すげえな、これ何なのこれ。また裂け目が、物や人を飲み込んでしまう裂け目は昔から時々出ることがあって、それを消すのが僕らの仕事。僕らってことはまだ仲間はいるのかな。だけどこんなに大きな裂け目、僕の力だけだ消せない。ってことはこの鳥が何か鍵になってきたりするのかな。おお、また来たよ。ちょっと待って、まずいじゃんまずいじゃん、はいよ、あーマジか、ゼルダ溺れちゃう。可愛かったね今のゼルダも。なんか思ったより面白くてちょっと進めちゃうんだけど。これフードを外せたりしないのかな。起きたね、行こう。ちゃんとトリーロッドは残してあるんだね。じゃあ手に持ってんだね。軽い岩？石か。はい。はい、はい、うーん、石を手に入れて。間違えた。ルピーとかない？さすがにないか。さあ、これでお城から出ることができたんじゃないかな？おお、ここはどこだろう。さっきの人がくれたものでわからない。マイナスで見るとピン置く、違う、 OK、 なんとなくわかった。スライム、あ、魔物、こっちに気づいた。ゼルダ、魔物と戦える？どうやって戦うの？どうやって戦うの？どうやって戦うの？
この中でどうやって戦うの？この石、石出したりとかするの？よいしょ。覚える。はい、スライム覚える。ゾル、ゾルっていう名前なんだ。魔物覚えれた？魔物を倒すと光るものを、今みたいに覚えられる。借り物、過去、魔物、魔物を Y で作り出すことができます。作り出した魔物は注目した対象を優先して攻撃してくれます。なるほどね。やばい。で、ナイス、ありがとう。これで仲間にしてくれるんだ。おっそー、お前、もういいわ、もうええわ。これで攻撃できないのかな。できないんだ。ダメじゃん。いて、一旦出すか。で、投げる。ダメなんだ。重い石とかダメだな。そもそもだから。石。はい。OK。覚える。これは何？ウニ？ウニか。一応魔物なんだね。ちょっとウニ使ってみようか。いるだけか、君たちは。防御体勢で使えそうだな、ウニは。さあ、ハートが2つになっちゃったけれども、どうしたらいいんだろう。もうウニがいるな。あーい、これさ、おへえ、やった。これ5ルピーかな。はい、よし、なるほど。こうやって借り物を出してやっていくんだな。はい、やったー、ハートのかけらー。熱っ。ちょっとこれ出しながらいきますか。よし、でもルピー欲しいなー。ウニ出しながら行きますか。オッケー。オッケー。よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。で、君たち回収します。ん？ん？ん？なんで回収できないの？ちょっとわかんない。意味がわかんなくなっちゃった。よいしょ。はい、これ多分ベッドだな。よいしょ。オッケー。で、多分ベッド便利すぎんか。出た。ウニ。よし、ちょっとルピーしっかり集めていきたいね。なんかどうやら、なんていうの、あ、これで倒せる。オッケー。お、ナイス。あー、下に行くんだ。出た、マリオ、マリオみたいなマップの。覚える。コウモリ、キース、あ、キースだ、キースだ。キースもちょっと使えるかもね、もしかしたら。
と、なんかで、ね、やれそうな気がするんだけど、水浴じゃないか。重い岩は？どういうこと？どうやってやるんだろう。は？爆弾とかでやんのかな、将来的に。今は取れないとか。ウニ。ウニ。はい、はい、ナイス、ありがとう。34ルピーだよ、このナチャバンから。結構早いペースで集められてる。さあ、南の草原。ゼルダが戦うわけじゃないんだね。これ借り物を使ってなんか頭よく敵を倒していきなさいって感じ。おお、なんかあるぞ。あれ取れるんじゃない？無理か。こうして、違う、バカバカ。はい、ここ取れるっしょ。こう、はいはい、やったー。どうですか？ナイス、50ルピーかなり嬉しい。あちーで、こっち側なんかあるとかないですか？ないか。オッケーオッケー、順調ですね。ここかな、ここが例の町かな。例の町じゃない、南の村。こんにちは、ようこそ。ここは南の村じゃ。普段はのどかな町だが、大変なことが起きての、あ、こんな時にリンクがおれば。リンクの村ってことか。何があったの？村の北で裂け目に村人が飲み込まれてしまったんじゃ。ハイラル城への道も裂け目で封じられ、わしら一体どうすればいいんじゃ。リンクって無駄に住んどる。ほう、草刈りから魔物退治までこなす町一番の素腕剣士。あー、こんな時リンクがおれば。なるほど、じゃあここリンクの出身地ってことか。はいはいはい。お、肉をこれ覚えれましたよと。肉を覚えた。これ肉を覚えて食べれんのかな。ダメなんだあー、焦げちゃう？焦げた肉とかさ、覚えれたりするのかな。なんかない？お、ナイスロープ、いい、ナイスロープ、いい。覚えるものは何？あー、覚えるものあるね。大きな壺、壺か。あれ、壺とこれなんだっけ。ハイラル城の壺ね。一応キスさせとくか。じゃあ、村人が裂け目に飲み込まれたって大騒ぎになっている。この先の森は魔物だらけだし、どこにも逃げ場はないわ。ここリンクの家かな、これね。なんかぽいね。お、なんだ、蜂蜜、花の蜜。ほう、ハートがちょっと回復する、効果が薄い。あー、なるほど、これは、なるほどね、こうやって使えるんだ。オッケー。じゃあ、裂け目が人を飲み込むなんて一体どうしたら。そうそう、してじっとしていられない。あー、トランポリン遊んだんだよと。なるほど、これで高いところに行けるとかなるほどね。この斧とか覚えれたらいいんだけどな。さて、この中に人は
いないか。あ、ここがリンクの家かな。なんか、あ、なんかこれ調べ、違うか。ここ開けれたりとかする？開けれないか。お、なんか出てきた。なんだろうこれ。玄魔石みたいな魔物石。へー、そんなのあんだ。魔物石ね、ナイス。で、お姉さん、あんなに大きな裂け目見たことない。なんて恐ろしいの。南の森には変わり者のおじいさんが住んで、あー、その人のことかな。じゃあ南の森、はいはいはい、南の、お、変えるじゃん。80、お、ちょっと待ってね。これ何、品切れ。これは赤い薬。おお、これじゃあこれもらおうか。はい、やったー、ありがとう。いらっしゃいませ。お薬が、お薬から素敵なスイーツまで、南の森の商、はい、まあ、特に何かヒントがあるわけではないかな。じゃあ、こっちの中身入ってみようか。よいしょ。うん、井戸の底。宝箱があるじゃん。花の蜜。5個手に入れた。嬉しい、それは普通に。何もない。花の蜜。お、ナイス。これは青いリング？ビリビリンゴ。ほうほうほう。ハートがちょっと回復しますよと。借り物を使ってさ、魔物を攻撃していくじゃん。結構戦闘が難しいんだよね。よし、じゃあ今回ここまでにしますか。ではね、次回そのこの南の森の中に住むおじいさんを、訪ねに行くところから始めていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。